さて明日の県内は各地荒れた天気となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日はこの寒冷前線が県内付近を通過した後、次第に冬型の気圧配置が強まっていく見通しです。はい、このため県内は1日を通して雨が降りやすく、また次第に風も強まるでしょう。ああそうですか。はい、明日予想されている最大瞬間風速は県内全域で30メートルの予想です。横殴りの雨になるところもありそうですので、外出の際はご注意ください。はい、そしてあさって以降は寒気の影響を受けそうです。週間予報を見ていきましょう。今週はですね、冬らしく天気がぐずつくでしょう。うん、そうですね。はい、そして水曜日から土曜日にかけては強い寒気が居座る見込みでして、はい、この寒波によって山沿いでは雪が降り続く見通しです。はい、そして寒気のピークとなる金曜日頃は平地でも雪の降るところが多くなるでしょう。はい、気温を見てみても、はい、もう週の後半は一桁が続きそうですよね。うん、はい、そうなんですよね。もうだいたいこの辺りは12月下旬並みと、うん、もう本格的な冬の寒さが続きそうですので、はい、体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。